世話になります。おだったっけ、このさ流し懐かしいんだけど、うわ引く、私でこうゴシゴシしちゃったのに。ここ座ればいいじゃん。ここがここや。おすげえ。じゃあ授業始めましょうか。今日の日直はね、田村ちゃんだった。私。よし、どうぞ。あ、すごい。気をつけ。始めます。お願いします。今日の授業はスクラムを作ってきましたので、いろいろ思い出話をしようかなと思いながら。じゃあ今からね、これを配りますので時間を取るから読んでください。スクラムあったよ。全く記憶にない。毎週ほら時間割り表とか。毎週？あ、毎週だったっけ？毎週じゃない。そうだっけ？なんかそうって書いてあるよ、ね、こんなのがあったの覚えてる？これの勉強でこんなのがあったのよね。でこれで四字熟語で覚えてる人。はい。え？すごい。え、なんすげえ。俺その時も切れたと思ってたよね。覚えてる。はい、え、そう。まゆみちゃんどうぞ。はい、焼肉定食。そうです。すごーい。すごーい。いや間違いないと思った。すごい。こういうふうにテストで書いたやつが載ってる。あの台って学校のテストの台？焼肉定食で。出ると思うやつ。誰だったかな。これ僕の説明して。嘘。いや、俺名前も言えるけども。っていうこともありました。じゃあ次のページ。これはね、卒業文集の中で拾ったもの。第一位。当事者同士も覚えてるね。この二人だよね。本当に。僕も結構どつき合いしたの。いや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 、そんなに。第3位、小原がテレビに映った。あ、そう、小原の家はそこは元になったんだよね。あー。第5位、金峰山のナイトハイ。先生、うわーって脅かしたの覚えてる。でもなんか、林の中から職員たちがいろんなところに待機しとってから、脅かし役で夜来たのよ、ね、千葉ちゃんだったっけ。何何、吉村先生。小原がなくたの。反撃したってこと？おい、その付き合いしてから俺殴られた系じゃん。あの時ほら、うん、女の子で男がやっぱバカだけん真剣に考えて先生も行かなくていいですかって言いなった人がね、あれは男女混合で行ったんだよね。そうだったような、ね、で、あの時俺思ったのはやっぱり女の子より男の子の方が頼りにならないってことはもうあの時もしっかり分かったの、うん、第6位、田中先生の給食事件。リレー選手の人の食事を全部食べて先生が怒ったから。これで怒った。リレーの練習をしよったの、うん、のぐっちゃんとかマリコとか。そうそう、俺の分もそうだけどみんなもなかったね。これでもうブチ切れたね。
で、この時に俺は覚えてないけど、もう職員室に行ってそうみんなが謝りに来たっていう、泣きながらね、泣きながらね、覚えてますね。それから第10位、岡本ちゃんの上靴処理。これ岡本じゃないの、ちょっとなんか上靴がなくなってて、片方、いや片方の、ね、そう片方なくなって、でみんなで探したから、そう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 、誰かがあるプールの中に何かある、うん、でなんかひょっかんラフープデーって書いてあるで結局これは誰がしたんだかわからんだろう。恨まれるのやつじゃないのにね。本当本当。ところを読んでもらって。で卒業式の時もこれを使ってそれぞれ一人一人にメッセージを言ったと思うんだよね。こういう子でしたって。それ後ろにバーってお母さんたちが並んでらっしゃったと思うんだよね。あるお父さんが。卒業式の後に学校に来て、うちの息子が3月24日の卒業式の前の日かなに、お父さんって明日はねってちょっと忙しいだろうけど来てくれって初めて言いましたで、俺に、なんでうちの息子がこの日に限ってこのクラスで僕は良かったよみたいなことをやっぱり伝えたかったんだなと思っておりますって言いました。来てよかったですっていうことをおっしゃってました。そうやってほら、うん、組体操もそうだし卒業式のお前たちの態度もそうだけど、そうやってから人を自分のためではあるんだけどね、例えば自分のそういう行動とか仕草とか言動とかが人にね、いろいろ影響を与えるってこともやっぱりあるってことがね、覚えておいてほしいなと思いながら今日言いました。もちろん先生もそうだね、先生も、いろいろな言動とか責任持たないといけないし、一生懸命したっていうのは自分であって、子供たちにとっては、田中っていう担任の先生はそこまでいい先生じゃなかったの。だけどお前たち的にいい先生かどうかっていうのは分からんよ。いろんなこともね、めちゃくちゃこともしたけど、まあこうやって集まってくれるってことは失敗もしたけども、まあ良かったのかなと思うのが反面、まあ36年先生してて、まあ良かったかなとは思いますということです。じゃあ、最後に、今日ね、みんなが来てくれたので記念品をね買いました。まあ、絆っていうのがあるので絆をつなぎ止めるのはこれかなと思って、はい、はい、はい、ありがとうございました。歌詞覚えてる？全然全然ね、覚えてないです。俺も出る？朝日に、ね、夜のブラックさんのやつにはこれとこれページやからね。あ、スクラム？スクラムと絆、一応これをやって、そして任務も果たしてガンガン行く。どこや？よし。